ベルゼブブ、ベルゼブブ、ベルゼベフは、悪霊、デーモンの君主の一名である。ギリシア語系、ベルゼブル、ビエルザベルの名で、新約聖書、マタイ福音書などに現れる。旧約聖書、列王記に登場する、ペリシテ人、フィリスティア人の町であるエクロンの神バールゼブブ、バールゼブルと同一とされる。ベルゼバブ、ベールゼブブとも表記される。 新約聖書にもその名が見える。この名は、ヘブライ語で、ハエの王、一説には、クソ山の王、フンの王を意味する。本来は、バールゼブル、BA、アルザブル、すなわち、北垣、き、おあるいは、高き館の主という意味の名で呼ばれていた。これはおそらく嵐と自の神、バールの損傷の一つだったと思われる。パルミューラの神殿遺跡でも巧妙なこの神は、 冬に恵みの雨を降らせる豊穣の神であった。一説によると、バールの崇拝者は当時オリエント世界で広く行われていた豊穣を祈る性的な儀式を行ったとも言われる。しかし、イスラエル、カナンの地に入植してきたヘブライ人たちは、こうしたペリシテ人の儀式を嫌って、バールゼブルを邪教神とし、やがてこの異教の最高神を、ゴロの似たバールゼブブスなち、 ハエの王と呼んで下げすんだという。これが聖書に記されたために、この名で広く知られるようになった。列王記した第一章では、バールゼブブ、BA、アルザバブという名で現れる。北イスラエル王国のアハズヤ王は、部屋の欄干から落ちて、重傷を負った時、エクロン、ペリシテジの領土の北方にあった都市で祀られていた、バールゼブブに、 自分の怪我の回復についての信託を求めた。しかしこれは、ヘブライ人の神、ヤファウェをないがしろにすることであり、預言者エリアは、アハズヤ王に回復することなく死ぬだろうと告げ、その予言通りアハズヤ王は死んだという。新約聖書のマタイによる福音書第12章や、マルコによる福音書第3章、ルカによる福音書第11章では、 立法者がイエス・キリストに対し悪霊の頭ベルゼブルこの力を借りた悪霊に取り憑かれた人を救っているに違いないと非難したことが記されている。これに対してイエスは悪霊が仲間である同じ悪霊と争うはずはない。自分は精霊によって悪霊を追い出しているのだと反論している。旧約聖書では過労じ手神と呼ばれていたベルゼブブはこの時代には完全に悪魔とされていた。 このことから、イスラエルに移住してきた、ヘブライ人は、新約聖書の時代において、ペリシテ人の生活様式や信仰を嫌い、仲が悪かったことが伺える。また外転、ニコデモ福音書参照に、ハーデースがサタンに対し、ベルゼブルと呼びかけている箇所がある。近世ヨーロッパのグリモワールでは、フランス語系ベルゼビュートの名でも現れる。彼は大悪魔で魔人の君主、あるいは、 魔界の君主とされるようになった。地獄において、サタンに次いで罪深く、強大なもの。権力と邪悪さで、サタンに次ぐと言われ、実力ではサタンを凌ぐとも言われる魔王である。ベルゼブブは、信託をもたらす悪魔と言われ、また、作物を荒らすハエの害から人間を救う力も、持っている。この悪魔を怒らせると炎を吐き、狼のように吠えるとされる。 かつて、天界では最高位の主天使で、天界の戦争においては、ルシファーの側近として戦ったという説話が作られた。また、ハエ騎士団という騎士団を作っており、そこにはアスタロトなど、悪魔の名士が参加しているとされる。パランジェーヌのゾディアコビテによると巨大で、王座もそれなりに巨大、炎の帯を額に巻き頭には大きな角が二本ある。足はアヒル、尻尾は、 死し全身が真っ黒であったとされる。顔は、眉毛はつり上がり、目をギラつかせていたとあった。また、ジルドレは、ベルゼブブが、今日の姿に変わるのを見たという。失楽園、著、ジョン・ミルトン、1667年で、ベルゼブブは、剣豪にふさわしい威厳ある姿として描写されていた。一方、地獄の辞典、著、コランド・プランシー第六版。 1863年で、エム・エル・ブルトンの挿絵によって、羽に、ドクロの模様があるハムシの姿で描かれている、羽が4枚あるなど、厳密にはハエそのものの姿ではない。これは、ハエの大たる悪魔、ベルゼブブも、またハエの姿であるというイメージによるもので、近代以降の絵画などではこの姿で表されることが、多い。フランス北西部のトシランに、 ベルゼブブが実際に現れたと記録される事件。1566年8月に、フランス国王の命で事件の記録が残された。ランに、ニコール・オブリーという女性がいた。子供の頃7年間を修道院で過ごしたが、その後結婚。1565年11月3日、ニコールが16歳になった時、一人で祖父の墓参りをしていると、今も、 煉獄から逃れられない。聖地を巡礼して欲しいという祖父の声が聞こえたという。12月2日夜8時頃、家族がニコールの異変、気候と懸念に気づく。両親はニコールに巡礼したと言っていたが、それは両親の嘘であった。ニコールはその嘘をガンパする。両親は ドミニニココ修修修道道道会会の士士にに相談するが、解決できず、修道士はニコールを教会に連れて行く。1566年1月4日、ランのジョン・ル・ボー司教が解決に当たろうとすると、ニコールは最初、守護天使を自称するが、司教の祈りによって、ニコールの体を乗っ取ったベルゼブブであると正体を明らか。噂が広がって、1月24日に、ニコールが、 ランダイに運ばれる時は行列ができ、それからは毎日2000人もの見物人が詰めかけるようになった。最終的には延べ15万人とも。悪魔払いが行われたが、ニコールの症状はひどくなるばかりで、口が動いていないのに、男の声がして見物人たちの罪の秘密を次々と暴露した。そのため懺悔の行列ができた。ルボー司教が悪魔払いにせい、 持ちを使うと、ニコールは動かなくなり、ベルゼブブは、ニコールの左腕に逃げ込み、左手は固く閉じられた。人々は、ニコールの足に針を刺したが、ニコールは何も感じなかった。後の魔女裁判の審判法として魔女は、針の痛みを感じないとされた。その後、ベルゼブブは二十二もの仲間を連れて、復讐に舞い戻り、いろいろな悪魔が変わるが悪る、ニコールの体を乗っ取り、 様々な言語で話した。やがて、ニコールの体が、宙に浮く奇跡が起きた。その後も、悪魔払いは続けられ、2月8日金曜日の午後3時、ようやく硬直していた左手が開かれ、ニコールは黒い息を吐き、ベルゼブブは去った。なお、ニコールは1566年9月に、出産している。子供は、ベルゼブブとの子供と推測され、ニベルコルと名付けられた。 その後ニベルコルはすくすく育っていったようだ。ニベルコルは妥当に考えればニコールの夫の子供だが悪魔払いに集まった聖職者の子供だと指摘する人もいる。さらに1577年11月にもニコールは悪魔に取り憑かれた。1577年の悪魔付きでニコールは失明したが、教会は何もせず誰にも相手にされなかったという。 事件が起こった16世紀半ばは宗教改革によりカトリックの権威が失墜していた時期であり、乱の奇跡事件はカトリック教会で使用する性持ちの力を印象づけ、教会を権威づける演出であり、失墜し始めたカトリック教会の権威を取り戻すための見せ物であったのではないかという研究者の説がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。